オドガーロン・ソウルダスは、スペインの指揮者、作曲家、カスティーリャ地方のレオン県、ラ・バニエサの出身、マドリード音楽院を経て、シエナ音楽院やザルツブルクのモーツァルトゥーム音楽院、ウィーン音楽院などに留学し、ピアノと作曲と指揮法を収めた。1950年に帰国してから、スペイン国立放送の室内合唱団の指揮を、 任され、1952年から1956年まで、スペイン国立放送還元楽団の主席指揮者となった。1960年には、マドリードフィルハーモニー還元楽団の設立に参加したが、1968年にはこのオーケストラが、スペイン放送公共楽団と合流したため、エンリケ・ガルシア・センシオと共に、 スペイン放送公共楽団の指揮者を務めることになった。1984年にこの地位を辞した後、1986年からプエルトリコ公共楽団の主席指揮者に就任し、1994年までこの任に当たった。また、1995年からはスペイン南部のマランガフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任し、1999年まで務めた。 その後2011年2月21日にマドリードで没したインターネットムービーデータベース。ありがとうございます。